ロンデルはフランスの女上詞の死刑。ロンドーの変化型で、二つの四行連の後に一つの五行連が、続き、全部で13行になる。ロンデルは14世紀に発明され、おそらく英語よりフランス語により適している。ロンドー体も、ロンデルと呼ばれるが、混同してはいけない。ロンデルの第一連の最初の二行はリフレインで、第二連の最後の二行で繰り返され、第三連では、 最初のリフレインのみが最後に繰り返される。例えば A と B がリフレインとするとロンデルの応援構成はアボアボブアバになる。一般的に一行は八音節からなっている。ロンデル形式の詩で最も知られているものはシャルル・ド・バロアのレ・プランタンである。ステファヌ・マラルメも1896年に雑誌ラプリムにロンデル形式の詩を発表した。なお、 14行からなるロンデルは、ロンデルプライムとも呼ばれる。オースティン・ドブソンは次のような英語詞のロンデルプライムを書いた。ロンデル・オブ・マーシュレス・ビューティー。ありがとうございます。